はい、どうもサノッチでございます。本日はですね、長野県松本市にやってきております。はい、あなたの町のお弁当屋さんシリーズで、一応ね、定期編っていう形でですね、一度行ったお店に、再び行くようなことがあるんですけども、1年8ヶ月ぶりにですね、こちらの方に来させていただきました。ででん。はい、豚さん食堂さんでございます。はい、はい、こちらですね、以前、来させていただいて非常に美味しいね、生姜焼きのお弁当がありましてですね、そちらの方も今回もね、どうしても食べたくなって、来ました。はい、それではね、間もなくオープンになりますんでね、買って食べたいと思います。いや、こちらですね、生姜焼き、バラとね、バラと肩ロースとかも確かあってね、非常に美味しいもので早速買ってみます。はい、というわけでね、買ってまいりました。豚さん食堂、こちらがバラの肉増し弁当、そしてこちらがロースの肉増し弁当でございます。2つ買ってきました。はい、俺多分以前単品で買ったのかな、こういう一つじゃなくて、前回はその生姜焼きのやつと別でご飯だったから、おそらくもしかしたらね、俺前回は単品で買ってライス別にしたのかもしれない。こちらもね、早速食べていきたいと思います。はい、こちらがですね、長野県松本市にございます豚さん食堂さんの生姜焼き弁当、こちらがね、バラの生姜焼き弁当でございます。はい、でこちらがロース、両方ともね、肉増しにしております。で、僕ね、前回気づいてなかったんだけど、味がね、普通辛いのの甘口とね、3種類あって、でもね、前回のやつが美味しかったんで、おそらくね、普通だと思うので、普通のやつを買ってきました。うまそう、やばい。前回のね、キャベツと一緒に食べるのも良かったんだけどね、今日はこんな感じで食べていきたいと思います。では、楽しい美味しいご飯の時間ですよということでね、いただいていきたいと思います。いただきます。まずやっぱりね、バラから、バラから、いただきます。うまい、うまい、うん、あ、バリバリがバリした。ちょっと待って、ね、割り箸が割れちゃった。もう一個あってるか。生姜効いてる。めっちゃ生姜効いてる。めっちゃたまらん。こんなんマジであっという間だな。あ、でもやっぱりいいや、前回の食べ方の方が俺結構好きかも。キャベツあるといいね。いや、もちろんうまいよ、めっちゃうまい。うん、まあ俺が
また改めて食べに来るっていうことはそういうことだってみんな分かってくれるよね。うん、うん、こんなんスルスルスルって入ってくわ。でね、ロース、あ、虫が入ってきちゃった、虫が入ってきちゃった。ロース、いただきます。あー、うまっ、うまっ。あ、俺前回も言ったけどやっぱロース好きだわ俺。いいね。うん。前回はキャベツと一緒だったからご飯、キャベツ、マヨネーズ、生姜焼きやりたいなって言ってたんだけど、このままだったらね、マヨネーズ先生いらない。うん。このままがいい。ああ。肉がいいわ、やっぱ。なんか、独自のルートで、仕入れてるお肉らしい。でね、あの前回この店長さんなのかな、方がね、前回の動画にコメントくれたんですよ。でそれを話したら、あーっと思い出してくれて、あの豚汁をねサービスでいただきました。あざっす、嬉しいね。あー、あちっし、またちょっと地元の豚汁とちょっと違うからうまい。マジで美味しいんだけど、プラス今回はねちょっと気になったものがあって、これなんですけど、板カツ、YouTube 頑張ってくだちーって書いてある。YouTube 頑張ってくだちーって書いてある。ありがたい。あのね、板カツ生姜焼き、板カツの生姜焼きっていうメニューがあって、こんな感じなんだけど、よいしょ。うん。これもね、ちょっと買ってきてみた。いただきます。うまい。なんか大きいけど、あの薄いので、なんだろう、食べやすいというか、そんなに全然苦にならないというか、なんか、なんだろ
リアル版あのビッグカツみたいな、めっちゃうまいこれ。やば、これはね、足を運んだ甲斐あった、うん、大体下道で来たんですけど、上越から3時間ぐらいですね、ちょうど。これサラダ別でつけれるって、俺それつけたんかな、昔。やっぱ僕のおすすめはこのバラかロースで言ったらロース、うん、まあ年もあるかもしれないけどね。うん、一応雷注意報もね、この辺出てたんですけど、この撮影の時間はね、カラッと晴れてくれまして、来る途中ね何度か雨も降ってたんですけど、ずっと入っていっちゃうもんな。豚汁の中に入ってる肉もなんかやっぱいいもん。うん、あうまっ。
じゃあ最後ね、フィニリたいと思います。うん、うまい。いろんなお出汁が入ってる豚汁だ。なんか地元ので多分食べる豚汁って結構味噌ベースがすごく多くて、これ多分いろんなもん入ってる。うん、豚さん食堂いただきました。ごちそうさまです。いやこれはいい。うん、まだなかなかねすぐ来れる距離じゃないんですけど、まあでもまたね定期的に食べに行きたいと思います。いや美味しかった。ぜひね松本にあります豚さん食堂さんよろしくお願いします。食べに来てみてください。中でもね食べれますんで。はい、それでは皆さん、チャオ、バイバイ、お疲れー。